ヤゴトニ赤駅は愛知県名古屋市昭和区山手通り3丁目にある名古屋市営地下鉄名城線の駅である名古屋第二赤十字病院や南無山大学名古屋キャンパスに隣接しており病院利用者や学生の利用者が多い駅番号は M19 相対式2面2000ホームを持つ地下駅名古屋第二赤十字病院に隣接しているので バリアフリー設備が充実しており、一部の改札口は車椅子でもスムーズに通れるよう間隔が広くなっている。ただしホームは階段、エスカレーター、エレベーターに阻まれるため狭く注意書きもある。2番出口には通常より大きいエレベーターが2台設置してある。1番出口にはエスカレーターが設置。出口にクリニックビルが隣接する。駅の入り口が 丘陵地の途中にあるため、コンコースまでの距離がかなり長い。当駅は、名城線南部駅、つとむく名古屋大学管区駅が管轄している。おおむね、北から南に向かって、下り坂になっており、当駅は、坂の途中に位置している。東側はあまり開発されておらず、山林が残っている。なお、当駅が、最寄り駅となっていた、中京テレビ放送本社は、 2016年11月21日に、名古屋市中村区の笹島ライブ24地区に新築された新車屋へ移転した。一部の停留所は、駅からやや北に離れた、矢後と日赤病院北交差点付近に位置する。地下鉄開通前は、新玉橋行きや、金山名古屋大学のバスも運行されていた。名古屋市統計年間によると、当駅の1日平均乗車人員は、 以下の通り推移している。ありがとうございます。